文化的景観としての世界遺産第1号となったトンガリロ国立公園文化的景観とは人間と自然との相互作用によって生み出された景観を言う。景観とはすでに現存する自然や人工の要素の集合体ではなく自然と人意が関係し合っている様子、すなわち文化をも表現するという見方で歴史的景観と表裏一体となっている。この場合の相互作用には 庭園等のように人間が自然の中に作り出した景色、あるいは田園や牧場のように産業と深く結びついた景観、さらには自然それ、自体にほとんど手を加えていなくとも人間がそこに文化的な意義を付与したものが含まれる。ユネスコの世界遺産委員会は1992年に世界遺産条約履行のための作業指針の中に文化的景観の概念を盛り込んだ。 分類上は文化遺産だが自然的要素に特筆すべき点がある場合には複合遺産となる。文化的景観を理由に登録された世界遺産の第一号はトンガリロ国立公園である。この物件は1990年に自然遺産として登録されていたが、マオリの信仰の対象としての文化的側面が評価され、1993年に複合遺産となった。 以降、文化的景観を、登録名に関した物件は、岩見銀山遺跡とその文化的景観、スクルの文化的景観、バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群、シントラの文化的景観などま挙に暇がない。また、登録名に文化的景観と関していなくとも、あると道路は陰性山地域や、フィリピンコルディリエラの棚田,田郡などの農業景観、 巡礼の道として登録された、キー山地の霊場と山経道、国立公園であるにもかかわらず、文化遺産として登録されている、シンクベトリル国立公園や、ホルトバージ国立公園などは、いずれも文化的景観の範疇に属する。逆に、1992年以前には、文化的景観を理由とする登録は存在しなかったが、ベルサイユの宮殿と庭園、 メテオラなど、もしもその概念が存在していたならば、適用されていた可能性がある物件は、複数存在している。以下では、世界遺産センターが公表している、文化的景観のリストを基準にしつつ、世界遺産関連書籍で、そのように位置づけられているものも含めている。アジア、太平洋アラブアフリカヨーロッパ、北、アメリカラテンアメリカカリブ海日本では、 2005年4月1日に施行された改正文化財保護法第2条第1項第5号によって文化的景観に関する規定が新たに盛り込まれ文化庁内に設置された文化的景観の保存、整備、活用に関する検討委員会は風土に根差し営まれてきた生活や産業を表す継承地との観点から一時調査で 農林水産業に関する候補地2311箇所を選出し、二次調査で502、最終調査で180に絞り込んだ後、66件を重要地域とし、その中から重要文化的景観を選定している。現在は一次産業が主体であるが、将来的には例えば工業地帯やニュータウン、商店街のような分野への応用も視野に入れている。 AB 世界遺産検定事務局 2013P33AB のラミッチェル、メシュティールドロズラーピエール、マリエトライコド 2015P27 ハットカルチュラルランドスケープス、ハット AB 世界遺産検定事務局 2016RP268 で文化的景観として挙げられている。ABCDEF ワールドヘリテージカルチュラル。 ランドスケープス2011世界遺産検定事務局 2016RP272 で文化的景観とされている。AB 世界遺産アカデミー世界遺産検定事務局2009ではリストに含まれている。出展はアイコモスドキュメンテーションセンター世界遺産検定事務局2016ビット P377 で文化的景観とされている。 日本の文化的景観農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査研究報告書文化庁文化宝壁年物化監修道成社2005年 ISBN4 から886213340採掘、製造、流通、往来及および居住に関連する文化的景観の保護に関する調査研究採掘、製造、流通、往来及および居住に関連する 文化的景観の保護に関する調査研究会編。ありがとうございます。